東京23区の新築分譲マンションの平均価格が今年1億円を突破しました。さらに賃貸でも新たな動きが、三菱自称レジデンスが去年10月に完成させた賃貸用マンションです。1階部分には広さ120平方メートルのワーキングスペース、 まあ、オフィスよりも快適なワークスペースを作るっていうのを、まあ、コンセプトに考えた内装はカフェをイメージモニター付きの作業スペーステーブルには天然の一枚板を使用しましたその他個室ブースに会議室も完備していますさらに屋上にはラウンジスペース ビル群を眺めながら仕事をしたり、くつろいだり。住居部分にもこだわりが。戦闘部の中の仕様がですね、あのかなり他の賃貸マンションと比べても、まあグレードの高い設備仕様を入れてます。キッチンの水栓にはドイツのブランド品を使用。照明や近隣の目が気にならないような設計など、洗練されたデザインを追求しました。 1LDK タイプの部屋で家賃はおよそ24万円と、近隣と比べやや高め。入居者はテレワークが中心のビジネスマンのほか、賃貸では難しい法人登記も可能で、数社のスタートアップ企業の経営者が登記をしています。ここのの部分とといううはあのやろうと思えば住宅を作ることももでできたんですけれども 大きい共有施設を作って、まあ、商品の、このマンションの魅力を上げるというところをフォーカスしていると賃貸に中古、今どきのマンション市場を展望します。 ではゲストをご紹介します不動産住宅情報サイトスーモの編集長池本洋一さんですよろしくお願いしますそして不動産専門のデータベースに基づいたサービスを展開する東京鑑定主任研究員高橋正之さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて今回の VTR でも出てきました取材しましたのは賃貸では珍しいコーワーキングスペースを併設したマンションでしたけれども他にもこういったものがあります共用、うん、スペースにジムやサウナ大浴場がある物件で 2LD d k 72平方メートルで家賃が41万円そして右側はですね豪華なゲストルームや夜景が見えるジャグジーがあるもので 2LDK68、うん、平方メートルで家賃37万円と、まあ、高付加価値の賃貸マンションが増えているということで今、一部のパワーカップルに選ばれているそうですけれども池本さん、まずなぜこのような住宅が出てきているんでしょうか。そうですね、うんまあ 一つはやはりあの分譲マンションの値段が結構高くてですね、うん、まあ今この値段を払って買うかみたいな話の人たちが賃貸で行こうと、うん、でその時に今ご覧になっていたように分譲マンションと何も変わらない賃貸が出てきてるわけですね、うん。うん、であればまずこっちで例えば今結構高値だからマンションを売ってで 今はちょっとまず賃貸でっていう人たちもいらっしゃるんでこの辺が一つあるっていうのとあとやはり外国人の方も戻ってきたりとかまあ先ほどちょっと VTR にもありましたけどまあ少しスタートアップ企業あるいはスタの経営者がまあいわゆる新富裕層みたいな人たちが一定数いて彼らは。 ね、あのローンはなかなか組めないかもしれないけど<ー>こういうのものは払えるし、まあ、場合によっては経費にもできるとうう安定収入が逆にともないという判断されてあんまりローンを組みにいくみいう,そうですねやはりなかなかスタートアップ系の人たちっていうのはそうローンが組めないその代わりまあキャッシュはあったりするとか、まあ、賃,貸賃貸では賃料を払うことは全然できるというところで。でしかもは えーまあ、完全居住だったらですけど、まあ、事務所と併用しているみたいな個人事業の主の人からしたらうそ,うそういったものは経費にできたりする部分もありますから経費にしてもいろんな意味で合理性がある人たちというのは一定数いいるということですここれやっぱりこういうゲストルームとかこうパーティーとかっていうのは結構今付加価値になるんですかそうですすかそうね、ん、結局通常の賃料よりぐっと高い賃料である説明をするときに、はい、ちょっと内装の設備がいいということよりもやっぱ圧倒的に なんか他と差別化されているものがあった方があ、うん、まあやっぱりその賃料に対してあの納得いただける方が多いというのはあるんだと思います、ねうん、高橋さん、ですか、はい、そうですねあのこちらのデータを見ていただいても分かりますとおり、はいえー、最近、新築に関しては若干、面積が縮まる傾向にあるんですけども、はい、今、見ていただくと 2LDK で、はい、えっと70平米を超しているというとことで,うで、ね、かなりこうゆとりのある間取りというのもありますよね、えーはい、その辺もやはりこう魅力としてはあるのかなと思いますね。 これこれだけの間取りのものをよよそう賃貸の方に持っていく回していくっていうのもこれ面白い考え方だなと思うんです。そこいかがですか。そうですね。うん、あのまあ今やはりこの分譲に関してはちょっとこう縮めて、はいえー、まあなんとかグルウソを抑えるというところがありますけども、やはりまあパーカップの方でいうと、うん、まあ。 資金の方も潤沢に持ってますし、まあ、こういう望むもののスペックもやっぱ高いということで、まあ、そういったニーズに合うようなものを賃貸でこう供給してきているという動きになっていると思います、ね、賃貸料金ですね、ここの賃貸の価格、賃料,賃料ですけれどもこの推移を見るとこれ東京都23区内でいうとこれちょうど22年から23年にかけてぐぐっと上がってきて今、ちょっと横ばいから少しこう落ちてきている。 まあ首都圏も同様な動きですけど中部圏なんかは少しこう落ち気味になっているというふうに見えるんですがこれは東京官邸の,この調べなんですけど高橋さん、この賃料の推移というのはどう見たらいいですか。はい、あの特徴的ののははやはり23区の はい、まあ上振れなんですけれども、は昨年の秋口以降、ですね、はい、あの人流がこうかなり戻ってきて、はい、まあ東京都からこれまで出ていっていた人の流れが、はい、まだ戻ってきているというところで、ニーズの高まりによる揺り戻しで、わりとこう強気に賃料設定しているという動きが見て取れると思いますね、うんうん、戻ってきているというのは、どういういことですかリモートワークが広がったけども、はい、もう一回みたいな、そういうことですか。そうですね、うん、あのリモーートワークは一時期は 普及しましままたたけども、ま、た最近、出社するっていう動きがわり、うん、とこう企業の中でもおおお、まあ、見られますので、うん、まあそういう,こう人流の都,都心、まあ、23区内の戻りというところでこの賃料の大幅な、まあ、上昇にもつながってきているのかなというふうに見てますねそしてあの新築の分譲マンションの価格なんですけれども、うん、2023年1月から6月の東京23区の平均価格初めて1億円を突破しました。うん、まあさらに東東京京のの調査結果では東京都心の港区 新宿区、渋谷区など6区では 6月の中古マンションの平均価格も1億円を超えたということで、うん、高橋さん、中古でも平均1億円となると、まあやはりなかなか手が出せないわけですよね。<laughs> はい、おっしゃる通りですね。ね <laughs> あのこれ中古といえどもですね、まあ平均築年数で見ますと20年から30年というものなので、うん、まあ今新築で1億円で驚いてますけど、やっぱり中古といえども、まあいい立地のものであれば20年たとうが30年たとうがこう1億円っていうようなかなり高額なもので出てきてますので、うん、そうなってくるとなかなかこう手が出しにくいっていうのが今の現状。 現状だと思いますね。まあ池本さんこことその先ほどだったらやっぱり賃貸の方にそこが関連しているということですか。そうですね。うん、やはりあの一つの要因としては、うん、今ここで買うか、うん、とかっていうのは躊躇する人たちがいるっていうのはあると思いますね。うん、でもまあ1億円ぐらいでは全然躊躇しないような層もある。おっしゃる通りです。その中でこうどのぐらいがこう。 賃貸の方に回ってるのかってそこどういうみたいな分かんないですけどねまあでも感覚的にはその半分の人たちがもう買うのやめて賃貸に回ってるっていう感覚はなくてまあ一割から二割ぐらいの人たちがちょっと迷って一旦は賃貸にしておこうかそうなんですねっていう形ではありますねでもね驚くべきやっぱりさっきの賃料のデータなんですけど日本って賃料っていまだそう上がんなかったですよ上げたくても欧米って結構物価に合わせて上げていく普通なんだけど日本ってなかなかね前の 人たちが賃貸で借りてる中でグッと上げていくって結構勇気がいることだったんですけどそれがようやくちょっと欧米っぽいというかマーケットとしては世界の市場にちょっと近づいてきたかなっていう感じはしますまあ海外の本当の都市部でね、あのニューヨークだとかロンドンに比べればまだまだこれ賃料水準が安いですね全然マシな方ですよねだからそういった意味では分譲価格の上がり幅に対して日本は賃料の上がり幅がそうでもないんでまあ単純にこうなんていうかな、ね あの10年前とか5年前と比べたときの割安感で言ったら、うん、まあ賃貸の方がまだ割安というふうに映っている人たちもいると思います、うん、ただ、ま、あ、んらかで言っても史上最低金利がまだ今、はいあの、変動金利の方は続いてますから。はい まあ昔に比べれば金利が低い分高い物件でも買える人たちは買おうかなという人たちは未だにいらっしゃいます、ね、池本さんあの、今までどちらかというと住む側の立場でいろいろ語ってきたんですけどもこれがデベロッパー目線不動産会社の目線になった時に分譲、まあ、でもかなり売れるように見えるんだけどもそれをこうあえてこの賃貸物件のほうに回すというその計算というのはど,どこにあるんでしょう。 そうですね、まあ、同じ立地があって、うん、まあ普通だったらみんな分譲で建てた方がいいじゃんって話があるんですけど今賃貸で建ててですね、はい、満室にすると、はい、今度リートというまあ証券化市場に売ることができる、うん、でしかもその証券化の中では今リートで3.5%とか、うん、まあ多分4%とかの利回りが出ればですね、うん、もう全然買ってくれる人たちが証券化市場の中ではいるという話の中で言ったら、うん、もう ちょっと高付加価値にしてちょっと高めの賃料をつけてそれで満室にしてまあその出口としてもその証券化で出るということになればまあずっとホールドしておく必要性もないしうまくいけば今市場が上がって債券価格が絶対ちょっと落ち着いてる中でまあもしかしたらこの2枚で売れるんだったら下手したら分譲でやれるよりも賃貸でやった方がまあ収益出るかもねっていう考え方も その意味でも、やはりこうある意味のインパクトがあって最初にパッとこう出した時に満室にするというところが大事になっているだから先ほどみたいな付加価値物件みたいななとところにる高橋さん、そこはそのデベロッパー目線でやはり考えると今池本さんがおっしゃったようにまずはとにかく満室にして形整えて、はい、そして、証券化してもうキャッシュアウトするというそういう不動産会社のマインドが今あるという。 そうですねですあのさらに大,大きい要因としては、うん、あの昨今のマンションの価格が値崩れしなくなってきているというのもあるんですね。前までであれば売ったほうがその値,値段が下がるのでリスクがあった一方でこの10年間ずっと上がり通しだったので、うん、まあそれであればまあ売り切らないで、まあ、ホールドしてまあ賃貸で収益を上げてまああの企業を熟した場合にその証券化するという,ような出口っていうのが取りやすくなっているというのはありますね。 さあではこの後は価格の上昇が続く中古マンション市場の動向を見ていきます。